疲れ様です。お疲れ様です。ちょうど30分ほどになりました。タワーのお礼は間に合いませんでした。今の今まで帰ってきてずっと歓喜だったけど間に合いませんでしたって言って上こうする、めっちゃ態度悪いお疲れ様です。30分ほどになります。まあ30分しか配信できないなと思ったから、そうタワーのお礼だけになる配信になるなと思ったのもあるってあるっちゃあるなんで30分しかできないかっていうと、23時からちょっとマネージャーさんと電話をしなきゃいけなくて、電話をしなきゃいけないっていうか電話をするんですよ。そう、ね、話したいことがあって、そう、それで23時頃になりますって言うから、そうなので23時の30分までになります。というのも、あの昨日言った卒業のドレス系の話を詰めるっていう感じみんなに降ろす前にも、私はみんなが動いてくれた後に迅速に円滑に進むようにもう裏取りしてるから何の笑いがでも笑い事でもないんだけど、結構ガチね今。みんなに伝えれた、お話し会で聞きに来てくれた方が伝えてくれた時には石田みなみめっちゃ動いてるので円滑に行けますっていう状況にしてるからするからその予定だからっていう電話です大事でしょ。タワーかけてないよ、なんかタワー投げてくれるのありがたいけど申し訳ないんだけどありがとう、カニエさんありがとうございます。ありがとう、今日の声もありがとう、またカキカキしますありがとうございます。でも今日のお見送りで10日聞くからって言ってくれた方がいた、動いてくださってる、ありがとうと思った動いてくださっててありがとうと思いました。もう裏取りは進めております。いろんな一日でしたね。まずはチャートリコーありがとうございました。新生チャートリお披露目の日、なんかクリスマスの日にわがままコレクションやって、そのわがままコレクションの楽曲とプラスで最強ツインテールと今朝待つしかないのでしょうかを入りまして、で順番もガラッと変わって新規はその3曲が入りました。新規はその3曲が入りました。というのも、もともと言って多分大丈夫だと思うけど、もともとそのクリスマスのあったじゃないですか、クリスマスの時にあの各ユニットがやったじゃないですか、あの時にそのクリスマスのタイミングでなんか3曲新曲ができるってなってたんですよ、あの段階で。だからユニットによってはクリスマスの日に3曲もバーンって披露してるんですよ、多分か1曲だけじゃない、その披露がもうバーンって一挙にやってるとこもあれば、もしかしたら2曲、もちろんあんまり詳しく見てないんだけどけどチャートリーはあえてその新生チャートリーになった時により驚いてもらえるように、わ変わったと思ってもらえるように1曲
もともとありがたいことに、そのチャートリはあのチャートリクリスマスを過去に岡山でやってたので、その12月のカンガルーとかも立ち位置表とかもうチャートリ用のあったからっていうのもあって、新規とは別にそれも入れれるってなったから、そう、それとは別に入れれるってなったから、あのなんか新規プラスわがままコレクション2曲みたいな感じの感じだったんだけど、だから次に撮っとこうって、次の公演撮っとこうみたいな感じで、そう、大事に大事に温存してたので、レッスン自体は、振り入れ自体は去年の段階でされておりました。あ、そうね、今七並べあれなんですよ、再放送中にちょっとかぶせてしまったんですけど、ここでしか配信ができなくて、すいません。いいセトリ、なんかセトリの順番3曲、まあ、新規入ったとはいえ、セトリの順番が、まあ、変わっただけといったら変わっただけなのに、それだけでも全然違う全然違います。で、あの衣装もね、今回新しい衣装があって、チャートリの衣装が、衣装っていうか、なんか公演で STU の衣装以外を着るのに実は2回目なんですよ。いや3回目かも。3回目で、初期のチャートリの時にグラニフさんが T シャツを提供してくださって、グラニフさんの T シャツを着て公演もしたし、メンバーの私服交換公演もあったし、そう、実は STU の衣装以外で、あの着るのは、公演するのは初めてではないんですよ。今回はあのお世話になってると、多分チャラピがインスタでタグ付けしてたか、多分全然言っていいと思うんだけど、息をする心とか、息を、あ、というか、びっくりした、間違えたこと、息をする心とか、君は何を後悔するのかの衣装を手掛けてくださってるチームが衣装に入ってくれてだからあの形、色味は全部もうプロが決めてくれました。この子はどの、バキャじゃないわ、ベレー帽でとか、この子はどの形でどの色でっていうのはもう全部プロが決めてくれてで、なんかあなたはこれですってだけじゃなくて、なんかそのヒッティングの時にズームでつないでくださって、その東京にいらっしゃる方なので、そのズームでつないでくださって、そのチームの方は広島にも来てくださってて、なんかここのみなみちゃんのベルトをここ1個あげようかみたいな、ベルトちょっと上にやっとくバランスがいいとか、ちゃんと衣装決めるだけじゃなくて、着たのも見て、なんかよりここのここをちょっと肩の布余ってるから詰めようみたいな、なんか本当にガチ衣装、なんかただ買ってきました、可愛いの買ってきましたとかじゃなくて、ガチで入ってくれてるので、プロが、だからプロが選んでも私的色なんだと思ったそうで、あのワンピースの形も、私のワンピース、なんかフリルとか広がる系のスカートじゃなくて、ストン系の、ストンっていうやつなんだけど、それもすごい、いや、みなみちゃんのスタイルだからこれは似合うよって言ってくれて本当ですか、嘘、嬉しいみたいな、嬉しい嬉しいってなってとか、なんか本当に人によっての、この子には何が合うかとか、この子は何の緩みがとか、全然人によって全然違うんですよ、形が。そうそう、だからプロが入ってくださいました。そうだから、その昼公演の時にも言ったけど、あの私のポジションはくるちゃん、くるしまゆかちゃんが入ってくれてるんだけど、一緒にやってるんだけど、そう、私の今までは私の衣装を着たりとかしてたのね、その私の時はその黄色の衣装とかでも、今回そのたことで、じゃあこのソロみたいな衣装もくるちゃんはみーちゃんのポジションだから、みーちゃんと同じ黄色なのかなと思いきや、ちゃんと全員分別なんですよそう、なっちゃんのもりねたんのも、くるのも可愛かった、見たけど、うわーって似合うって、めっちゃ、私なっちゃんとあのりねと同じヒッティングの時間だったんだけど、そう、その子に合う、その子に合う色、その子に合う形が全くまた違うので、本当に見栄えが出るメンバーによってまたいろんな見栄えになるんだろうなと思います。楽しいねそうで、その衣装を作ってくださったそのチームの方がチャートリをベレー帽公演にしたいって言ってくれてそうで、なんかっていうのは、あの私は知らない情報だったんだけど、
そのチャラピがなんかあの作ってくださった側にそのチャートリをベレー帽をユニットにしたいって思ってくださってるらしいですみたいなそうやって、それもプロが考えてくれてえーみたいな、ありがたいって言って、だからなんかせっかく違う髪飾りもあるから2公演目は別に髪飾り変えてもいいけどみたいな、なんか誰かが初めて初日迎えるとかそういうなんかちゃんとすると記念すべき時はあのベレー帽につけましょうってなったから、私別に勝手にベレー帽やめたわけじゃないよそうだからせっかく他にも可愛いの準備してくれてるからみたいな、誰かの初日とかチャートルのなんかの 何周年とかそういう時はしっかりベレー帽かぶるで、あそれ以外は楽しみましょうみたいな、そうだからそのベレー帽にしたいっていうのもプロの目線って考えたら、なんかうちらベレー帽似合うって思ってくれたかなみたいなそうめちゃくちゃなんかゼロから考えてくれてるというか、すごくね。でなんかその衣装、その新衣装はその新衣装勝手にやめたらダメだ、勝手にやめてないんだって、なんで信じてくれないんだ私のこと嘘つきだと思ってるみんな。そうで新衣装の色味はプロが考えてくれたんだけど、そう新衣装の色はプロが考えてくれて、それ以外の STU の衣装の色はサラピが考えてくれて、でもめっちゃ黄色担当公演だったそうっていうのもね、ウィンブルドンも黄色のポジションだからおのずと黄色なんですよ、ポジションが。だポジションがもしピンクとか水色のポジションだったら、なんかあれはその似合うからじゃなくてポジションの色なんですよ。だから黄色のポジションでおのずと黄色でした私黄色しか黄色担当、本当に黄色担当公演だった今日黄色担当公演だから、プロが決めてくれたのも黄色だったし、サラピが決めてってか、まあウィンブルドンでもあれ最後のアンコールの後、アンコールのやつはサラピが黄色を決めてくれたね。おやすみ、うん、そう黄色担当黄色担当です。ベライト黄色と白だしね。だからそんな勝手に動いてません。私の性格を知っていただけたら勝手に動いたとは思いもしないでしょ。ちゃんと私あの石橋をもう100回ぐらい叩いて渡るタイプなんで。でもなんか STU に入る前とかアイドルになる前は黄色のものとか持ったこともなかったの。持ったことないね。ランドセルもピンクだし、ランドセル遡るのランドセル、そうなんか持ち物全部黄色はなかったから初めてあのなんだろう、アイドルになって黄色を似合うってそう言われて、自分もすごくなんかこれここから色選んでったら自然と黄色選んじゃうみたいな、そんなようになりました。そう自然とそうみんな私のことなんだと思ってるの、さっきからなんか石橋割るタイプみたいな、割らないよ、さっきから割ってる人しかいないの、なんだと思ってんの私のこといいんですかそんな言葉かけてて大事にして一日そのいじってていいの、めでなくていいの本当にハカイマだと思われてるハカイマだと思われてるね。ハカイマ、まあハカイマ、破壊物はこまあ壊しがちなのか分かんないや。今日チャートリ公園来てた人は明日帰るんですか？もう帰ってるんですか？今日帰れる時間か、時間的に。コンタクトがずれた。明日帰ります。
あ、今帰ってさ、そうだよね、確かに明日帰る。さっき家着きました。おう、でも着くか、そっか、今新幹線、あ、お疲れ様です。明日、明日だって公演終わってアフタートークも終わってもまだ7時になってなくてびっくりしたそう、公演終わってアフタートーク終わって着替え終わって楽屋に帰ってきてあと1分で7時みたいな状況だってびっくりした。え、みんなまだみたいな、嘘ついたかも、8時どっちだ多分合ってる気がするような気も、分かんない感じだ。8時か9時か7時かどっち。タコがいっぱい来た、たこ焼きや、たこ焼きや、コンタブとかも昼夜同じのだから限界値、限界値。たこ焼きやって言ってたら、これもしかしてタコタワー狙ってます？5、6、7、8、9、タコタワーだたこ焼きや言うてたらタコタワーやった。アルジーコさん、タコタワーありがとうまたカキカキするね、タコタコ描きますね、ありがとう。なんか連日ありがとうございます。あ、ちなみに昨日お米を炊くって言った、めっちゃ綺麗に炊きました、感動した、美味しかった。でもなんか欲張ってめっちゃ入れたからめっちゃ炊いてしまった、頑張って食べた。感動、とっても感動した。本当に炊けるんだと思って美味しかった。それで豚肉焼いて食べたもん。美味しかった。私ちょっとこれから先配信ができるタイミング難しくなるかもしれない、もしかしたら、わかんないんだけど、まだ全然聞いとこう、もしかしたら。あ、今狙いますが、ライト同じ、あ、今を狙いますが。でね、今日はニナちゃんのね発表もありまして、もうね、私の言葉をもう信じる信じないかは任せるよで、私はみんなに嘘をついたことがないっていうことだけ言っとくよ。炊き上がって写真撮る前食べたんですね、の嫌味みたいじゃない。写真撮ったんだけど送るの忘れただけで、明日送ってやるよ送りますよ、忘れてただけよ、いいよ見せてやるよ、嘘じゃないもんとか言って失敗したんでしょと思ってるんでしょみーちゃん口だけでは何とでも言えるよと思ってるんでしょちょっと耐えてるからあるから送るかなんか今日のあのメールの流れでこれ送るの違うなと思ったやんりますよそらね、あんな配信で言ってたやさ、なんか理由あるし、配信で言ってたら写真も撮るよ、そりゃ2枚撮ってるもん、どっちが見はいいかなと思って、ほぼ変わらん1枚目と2枚目今日の流れで送れないもん
まあそう、あのもう信じるか信じないか任せますっていうことだけ。あ、お米の話じゃないよお米の話は信じてお米の話は信じてねでもまあいろんな考えに及んでしまうのもなんか仕方ないのかなと思うぐらい続いちゃってるっていうのもまあ間違いではないから何とも言えんのやけど、マジであのなんかなんだろう、いろんな想像をして私にとってなんか正直私が知ったら嫌になるような想像をしたとして、でもそれはその人の想像のなんだろう自由だと思うんだけど、タグ付けしないでほしいな、めっちゃ疑われてんじゃんと思ってそうタグ付けしなんか見るじゃん、みんなの卒業のメッセージ嬉しいから見る、なんかちょっとなんだろうこういうことがあったから決めたんだとか、もうそうなんだろう、私は違うとは言うけど、まあ、信じるか信じないかは 自由だからさ、なんとも言えんくてさ、でもなんかもうそういう想像をしてしまうのはもう止められないと思うけど、タグ付けまでしないで放置って思った。なんだろう、悪意しかなかったもんね。でもまあ本当になんだろう、私が何を話してどこまでその他のメンバーの手前もありますから。全然なんどこも話していいかわかんないんですけど、ひなと私に関してはまあ仲いいっていうのもあって絶対一緒にやめろ言って言ったでしょって思うじゃん、思う人多いと思うのね、まあ、これで私が違いますよって言ってもそれを信じるかどうかは本当にもう任せますけど、本当に違ったからさそうなんだろう、さ仲いいから実は考えてるんだよねっていうとこは話してるとこもあったかもしれないけど、私はそのめちゃくちゃ前から1年以上前から考え始めたっていうのも言ってたとは思うんですけど、その時にはそのひなはずっと止めてくれてたしそうでひなは全然なんだろうそういう話もなくて、あの私たちのこと舐めないでほしい私たちアイドルに真剣だったし、アイドルを大好きだし、アイドルに憧れてたからこそ誰かのやつで自分のことを決めないひなちゃん、ひな、そんなの私がもしひなちゃんに一緒にやめようって言ったと言わないけど、絶対言わないけど言ったとして、ひなちゃんは 100% 断るよ。だって自分の信念めっちゃ持ってる子だから。し私もひなにそれ言われてもいやいやそれは別じゃないってなるもんそうよ、だからもうでも仲いいがゆえで、まあね、発表が1日大きいなのは私たちはびっくりしたの。お互いが発表決まるまであのその相談とかはしてたけど、この日に言うとかこの日どうとかは決まるまで言ってなくて、私は本当はもっと前が良かったっていう話はしたじゃないですか、1日したんですよね。本当はもっと前が良かってずっと、ね、なんなら年内をお願いしていたし、でも年内は無理って、あんな無理に厳しいってなって1月中になっちゃって、1月中せめて1月中ね、私はその終わりの日が終わりの公演の日が決まってからの発表だったから、終わりが決まってるからこそ早めがいいってずっと言ってた、なんなら早めはずっと言ってたんだけど、なかなか公演がねなくて、で私がその公演で言いたいっていうわがままがあったからこうなってしまったっていう感じかなだからでもそういう気持ちを持ってしまうのもわかるから、なんだろう、なんだろう、しかも今はみんなそんなね私も正直今笑顔だけどさ、なんだろう、寂しい気持ちが薄れたわけではないし、なんなら同じあの発表した日の涙を流した日と同じぐらいのずっと感情だけどさ、そう、なんだろう、難しいなと思ったけども、なんかまあかといってひなとは違うか、じゃあ違うことを示し合わせたんですかっていうのも本当に一切ない。それは
でも本当にもう信じるかどうかも任せます。もう誰でいや嘘やろみたいな、誰でもみんな言うよって。いやでもそれはもうその人に意見や、もう私には止めれん。ち、まあ、おのおのが配信とかおのおのがメッセージで話してると思うけど、私も私でとてもつもなく前向きなの、前向きな決断だからこそ、なんだろう、よく言う、よく言ってる、ここずっとここ数日言ってる、もう私はその最後の日程をベースに兵庫でやりたいっていうのがあったから、最後日程をベースに発表したっていうのも、終わりがもう決まっちゃってるわけだから、その残された期間をそういう感情のまま思い出を作ってほしくないなっていうだけ。なんかそういう感情は止めれないと思うんだけど、疑心暗鬼みたいな状況になってしまうのは分かるんだけど、一旦置いといて、なんか楽しいというか、お互いにとっていい思い出を残していきたいなってはすごく思う。なんか私のこと疑った思い出とかじゃなくて、私も疑われたなと思い出じゃなく、そうっていう感じかな。それはあの持論っていうか、まあ彼もわがままですけどね、みんなに思う感情を止めなさいって言ってるようなもんだから。まあまあ、なんか別にもう私はなんだろう、嘘は言わない、言ってないけど、まあはいっていうし、なんかすごい憶測ですごく嫌なことがあったからやめるんだみたいな、ないと思って、なんで私のあの大事にめちゃめちゃ寝ずに考えた文章を信じてくれないのと思っちゃった。あんなに頑張ってどうやったら文章に込められるだろうと思って、何もないっていうか誰だけど、なんか嫌なことがあったとか、そう何もないんだよ、本当に未来のこと深く考えてこうなって、なんかそう思われてしまうのが切なかった。そういう風に見えるんかと思って、まあでもね、ピエーンって。うーん、難しいね。難しいと思いました。うん、だそうね、ここにそうね、ずっと応援してくださってる方で疑ってるって、疑ってたから信じれないっていう人はもう言いに来て信じさせてやる。そうでもか、なんて一方でその SNS でタグだけつけて言うのはずるいから、もう来てお話か、信じさせてやる。信じさせてやる、私が。もう全然もそうね、ここにいる人はそうだね。 SNS、ね、タグ、そういう言葉タグつけないでって言っても誘拐犯がいるかもしれない。じゃあつけてやろうみたいな。でもねあれなんだよ、あの初期のみーちゃんだったらそれ答えたんだけど、今のみーちゃん答えなくて、あの大人に「見て!」って言われちゃうから、あんまよくないと思う。初期のみーちゃんはそれを見て毎日泣いてたんだけど、今ね「見てひどいこれ!」って「こんな手だめだ!」って言っちゃうから、怒っちゃうから、マネージャーさんに。そう強くなって、いい強いくなり方なのかな。そう、プンスカプンスカプンプンプン。まあまあそんなプンスカしてる時間がもったいないから、もう忘れまっと。いい強くなりようですか。可愛い本当。いや
こんなにめでられ甘やかされてたら、あ、自分ってすごくすごい存在なんじゃないかと思って強くなるよね。23時、え、でもマネージャーさんが返事来ないんだよね。返事来るまでできる気がする。準備できたら教えてくださいって送るわ。ありがとう。今日なんか MC でネタみたいに言っちゃったけどね、ほあれも本音よ。みんながファンの私にとって、な、何があれば最強、何がいれば最強かはもうファンの人よ。え、マジでなんかあれはちょっと MC の流れ的にちょっと落ちないとやばいと思ってそう、自分がちょっとその役目に回ってしまって、お後がよろしいよって言ってなったんだけど、本音ですよ。ドドドドド本音。だってこんなに変われたんだもん、明るく元気に明るく元気に変わりました。今日は私あれなんだよね、一期生との MC なかったんだよね。なんか逆になんかなんだろう、どのメンバーでも MC が盛り上がるって素敵と思って、なんかさやかりんりんにめっちゃうざがらみしちゃう私チャートリー、マジチャートリー、なんか他のユニットに入ったことがないからさ、そんな入ったことないだけだよって言われるかもしれないんだけどさまあ、チャートリーが本当に一番合ってるなと思うし、本当にチャートリーに入れてよかったと本当に思う。他のユニットは知らないから、それのチャートリーの私だけの意見なんだけど、すごくなんだろう、すごいなんだろう、いい意味でなんか一気と二気、なんか先輩後輩の壁がないというか、まあ他のユニットを知らないから、そのなんか他のユニットがどうというわけじゃないよ、本当に私はチャートリーの感想言ってるだけすごいよね。でもなんか先輩側からしたら そういう方のがなんか嬉しいじゃないですか、なんか仲良くなれたみたいな。そう、さやかりんがだるがらみを欲しているみたい、どこ情報私のそう、今日やってきたことの証だと感じました7年間ね歩んできた。こんばんは、こんばんは。なんかもうみんなチャートリー誰かとっていうか、みんなと仲良し、本当に言える言えちゃうそうね、今日私のファンの方結構ね、私の発表もあったっていうのもあって急遽今日来てくれた方が多かったと思うので、 SNS 見る限りめっちゃ黄色と白のペンライトめっちゃ見れて嬉しかったいや本当に、でもさやかりんりんは本当に毎日なんかさやかりんりんになんかずっと昼の時から、まず私の今日のチャートリ始まり、事務所集合した瞬間地方に殴られたんです。殴られたったらちょっと誤解あのエレベーターに乗って、あのタクシーのとこ行く時に地方にあのね、結構地方と人なんだろう、エレベーターギューってなってて、地方にあの腕はみたいな、腕らへんをパサンってされたので、人のこと叩かないでくださいって言ったらクーってやられて痛くないよ全く、痛くないよ、あの本当に私のシャカシャカな、シャカシャカってかダウンをスカッて、人のこと叩かないでくださいって言ってなんでって言って、ずっとね卒業発表してから地方連絡を取ってたけど、会うのはそれが今日が初めてだったからっていうとこから私の一日始まってそう、ちっちゃかいなと思って
なんかでまあこういう時あって、サヤカリンリンにずっと昼の時から南さんって、南さん写真撮りたい、写真撮りましょうって言った時、私すごくバタバタしてたのね。ごめんちょっと待ってって言って、あーって言ったら、エンジンしまーす、あーって言って、もう影穴行くからもう降りて、あーごめんサイクリーに通れんかったみたいな、あ電話来ちゃった、あ待って、あ誕生日います、あ私の、あ電話来ちゃった、ブーブー言ったら、あ誕生日います、ちょっとごめん一回放置します、ごめんなさい、返事来ると思った、行きましょう、13位たけいさん、12位ピアニッシモさん、11位ヨクンさん、11位ツヨツヨさん、9位シバキンさん、8位キクチさん、7位タムチンさん、6位テリーピーさん、5位リュウさん、4位エビさん、3位シモキジさん、2位カニエさん、そして1位はドゥルルルンドゥルンハルジーコさんでした。タコタコありがとう。あのこの電話はそのプライベートな電話を優先するのかじゃなくて、いつか皆さんへのつながる今後の電話なのですいません、お話の途中なんですけど、あのまたあのさやかりんりんの話聞かせてって言ってくれたらいつでも話したいので、私が話させてください、失礼しましたということで、団長を読みましたのでキャッチで知りたいと思います。私がどこどこって、ここでやって言ってください、いきます。あれみんなどこどこ見つけた、みのこと押してみへん、ヒュー、ありがとうございます。兵庫県出身した南でした。明日帰る人は気をつけて帰ってくださいね、今帰ってる人も気をつけて帰ってね、もう家着いたよって方はゆっくり休んでね、配信で見てたよって方は目休めてねありがとうございました。ではまた明日お米の写真を送りますバイバイ。あーすごい割り方だ、こんなんでいいのか私じゃあねバイバイ。